皆さんこんにちは、9年目の島川です。昨年は、震災があり、自分にとって野球っていうのは何なのかっていうのを、深く考えさせられました。それと同時にですね、野球ができる喜び、とてもいい環境で野球をやらせていただいているという、感謝の気持ちも改めて感じることができました。今年こそは、日本一になります。よろしくお願いします。